最高。あ、このシーンもあるんだ。はい。うん。さあ。そうか。うん。そりゃそうだ。そりゃそう。これ罠っぽいな。どうも罠っぽい。ちゃう？うん。渡す。それで渡すってね、そんなわけないよな。底抜けやな。さて、若い。本当に親父はわざわざ蒼天堀まで出向かなきゃならなかったのか。ええ、渡瀬は若頭です。そして荒川の親父は渡瀬の代行の立場。なるほど。渡瀬とは早めに一度顔を突き合わせて挨拶しておくのは当然かと、うん、なるほど。なら、なんで今回に限って事後報告なんだ。お親父の動きは逐一報告しろと言ってたはずだ。申し訳ありません、若。私も先ほど知らされたもんで。そうか。ま、あとは何が起きるか見物だな。え、何が起きるかと申しますと。うん。考えてみろ。渡瀬勝と荒川真澄。その二人が顔を合わせるんだ。ただ挨拶だけで終わるのか。そんなはずはない。親父は何か企んでいる。壮絶な権力闘争さ。何か企んでいるとは。近江の会長は寝たきりのままだろ、うん、容体が回復する見込みは薄いと聞いてる。ええ、その通りです。じゃあそろそろ後目の話もしなくちゃならん時期のはずだ。もちろん。いえ、そこまで差し迫っちゃいないはずです。ですが確かに渡瀬の出生期に会長が正式に後目を譲ると言い出す可能性はありますが。つまりそうなれば自動的に渡瀬が近江の会長に就任ってことだ。そしてきっとその時代がしばらく続くことになるんだろう。でももし後目の話が起きる前に渡瀬がいなくなると話は違ってくるよな。え、親父はそうなる前に渡瀬を消す気かもな。荒川の親父がまさかそこまでやるとは。そうかな。神室町参詣作戦の時、俺は親父に登場会を売れと迫った。近江を引き込めと言った覚えはない。あれは親父が自分でやったことだ、うん、しかし親父のやつうまいことやったもんだ。そう思わないか。ええ、親父のおかげで神室町から登場会が追い出され、参詣作戦の成功が世に広まり俺の顔も立った。でも登場会が消えたそのどさくさに自分は自分で近江を引き入れて、一躍登場会の参事から近江連合の大幹部へ昇進したんだ。ちゃっかりしてるよ。古臭い頭の切れない極道だとばかり思っていたが、正直あんなに変わり身がうまいとは思わなかった。
つくづく権力ってのは魔物だよな。ここら辺の流れが俺あんまり知らんな。親父が渡せを消し、あんまりここら辺の流れを知らんのですよ。急激すぎて、お表には出てこないもんね、この物語の。そうですね。ね、青梅の方に急に乗り換わったっていうか。つまり荒川がどう立ち振る舞ったかっていうのは全部伝聞なんです、うん。そうなんですよね。はい。そうなんですよね。わかります、わかります。はい。だから、一応情報としてはそうなんですね。そうそうそう。最初に、でもどういうタイミングだったかとか、そういうことはわからないんですよね。どういう会話をしたかとか、そうそうそう。そういうことはわからない。わかんないんですよ。この話自体は、足立さんが最初に一番が出所したときに、全部説明はしてるんですよ。荒川の親さんがそうやって成り上がった。そう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 。でも、まあ一番はその話聞いて、親父さんはそんなことする人じゃねえって、一貫して言ってるんですよ。そうそうそう。でも実際はそうだったってことですよね、うん、今のところね。はい。うん、で、近江を乗っ取ろうってのは、俺にとって全然悪い話じゃない。身内が仕切る方が今後何かと都合もいい。ただ、気になることもある。気になること?親父が渡瀬に会い、挨拶だけで済ましたのなら、それはそれ。だが俺の読み通り渡瀬を消すつもりなら俺に事前に連絡すべきだろう。そんなに繋がってるんや親父と。もし事前に連絡もなく渡瀬を消し、消した後も報告もないようだったら、それは俺への裏切りだ。いや、そうなるよね。絶対に許さん。親父が若を裏切るなんてことは。いや、裏切りだ。力を震えるのはあくまで俺の監視下でだけだ。俺の立場はもはや三景作戦の時とは違うんだよ。表の世界の頂点に立とうという人間は裏の世界の情報も細やかに把握しておく必要がある。そのポリシーを貫く上では相手が実の親でも例外はない。必要なの歴然とした上下関係だけだ。沢城、俺と親父、お前はどっちに忠誠を誓うんだ。俺は親父から若のことを託された人間です。その命令は何よりも若を一番に思うということでした。なら親父の動きは細かく監視して報告しろ。わかりました。大阪には天道を向かせます。奴は荒川の親父にも気に入られていますから。のっぴきならなくなりましたね。カニ道楽、金龍ラーメン、あそこらへんやな。ああ、天道の親分、いつお戻りやったんですか。今日の昼や。お、久しぶりに天道さん。頭の出所やさかいな。あれ、そうなんでっか。きっつい顔してるな、相変わらず。仇は知らんで。熊取りしてる。油売っとらんと、ちゃっちゃと仕事せ。ああ、久しぶりにここら辺夜歩きたいな。やめてくださいよ。東京の街違います。全然違います。今ぐらいの時期いいんですよ。まあね、夏が似合うけどね。ああ、そう、ね。これちょっと暑い、うだるような暑い中で、はい、この、道頓堀川で夕涼みたいなのが合うけどね。もやーっとしてる感じですね。もわーっとしてる、はい、うん。もうまさにあのブラックレインの世界ですよ。あ、そうです。ブラックレインの世界ですよね。ありまへん。仕事ありますんで、ほなまた。増田優作があの世界の中に溶け込めるっていうところが役者の凄みやんな。ブラックレインは素晴らしい世界ですよね。いや、僕、あんまり同じ映画僕見ないんですけど、4、5回見てますよ、あれだけは、なんか。ちょっとね、あのブレードランナーの流れとかを受けて、そう、ブログ、ブレードランナーの実写版的な、うん、なんか、うん、あの SF じゃない版みたいな、そうですね、不思議な世界を描いてますね。いろんなとこを組み合わせてるんですよね。重曹の街並みとか、うん、震災橋とか道頓堀とか。おっと、ボーイさん、これおかわりな。あ、私も私も。キャバレーだな、よ、その一番。スマホずっと見てたって、ミツって野郎がすぐ電話してくれるわけでもねえんだからよ。つまんねえ顔してねえで、ここは一つ楽しく飲もうぜ。
うん、賛成。大阪って最高だね。うん、だあ、もううるせえな。だから俺は一人で来るっつったのによ。春日さん、どちらへ。トイレ？全然飲んでないのにもう酔ったの？ダンスホールね、昔で言うとあそこは。ダンスホール。バンドが入ったらほんまダンスホールよ。いつからの電話待ちってのが落ち着かねえ。あいつ、いつになったらかけてくんだ。向こうは花から忙しいっつってたんだろ？渡瀬の出所祝いとかで。まあな。近江の本部で宴会の準備だとか言ってたな。くったらねえ。こっちはおやっさんの件でそれどころじゃねえってのに。気持ち察しろってんだよ。そもそも来るのは明日にしてくれって言われてんだろ。それを勇み足でフライングしといて文句言っちゃうね。ミツってやつもいい迷惑だろ。なんだよ、小柊とみたい。でもよ、さっき店の中で小耳に挟んだんだが、荒川真澄が大阪に来てんの結構話題になってるみたいな。そうなのか。一色さ、まあまあ警察はピリピリしてるよな。下手すりゃ荒川と渡瀬の間でドンパチ始まるんじゃねえかな。いや、そりゃ警察はそう思ってるでしょ。もちろん文字通り噂話ってとこだけどな。ちょっと待った、メールだ。ん、ミツってやつからか。くそ、なんだこりゃ。どうした。ニック尾形からだ。ニック尾形、念願のカムロップと通。この人がなんかちょっとお金とか出してる。ああ、そうなんだ。まあ、一番と なぜか仲良くなっちゃう。あ、お金持ちの人なんですね。ショットだとよ。カムロップ、カムロップ、こっちの気持ち知らねえで。はーい、一番、写真見てくれたかい。なんだよあれ。彼気まぐれで街のどこにいるかわかんないじゃない。だから見つけちゃった時はもうテンションが上がっちゃって。スマイリーさんみたいなキャラ。違うんですだから。どうしたの。あのさ、悪いがこっちは取り込み中だよ。1日か2日ぐらい連絡は遠慮してもらうぜ。ニック、取り込み中。おお、ベリービジーね。でも、ワイ、とにかくよ、落ち着いたらこっちから連絡する。それまでカムロップとよろしくやってね。おお、ストーリーね。でもそんなに怒って、ワッハブン。じゃあな。カリカリしないでよ。これは何の伏線なんや。まあ、この電話は。そんなに超主要ではないんですけど、キーキャラクターでもあるんですよ、一応、ニック・オーガタ。まあね、お金もやってるからな。はい。うん、はい。どっかの社長さんですか、この人は。なんか、実業家みたいな、投資家みたいな人ですね。すまん。あ、もうよく感じる。そんなにカリカリするくらいなら、さっさと、本部に行っちまえよ。え？こんなとこで連絡待ちしてるなんてお前らしくねえぞ。それにもし客の噂通りドンパチでも始まっちまったら、荒川真澄の身も危ねえんじゃねえのか。おい、足立さん、けしかけてる。そうだな、よし、行っちゃうか。行っちまうか。行っちまえ、行っちまえ。けしかけられてる。こいつらは。まあ普通このタイムでいかんわな。絶対いかんわ。次の日だって言ってるからね。全くいかない。ほんでえらいものと出くわすんだ。せいよ、いつまでほったらかしにする気だよ、これ。ごめんなさいね、僕ちょっと股関節がね、時々こうやって運動センターなので、今どこにいる。足組んだりしてますけど、すいません。出所祝い前夜祭ってか。さっきからひっきりなしに出前が出入りしてんのが見えるよ。え、見えるって。兄貴、じゃあもしかして今。呼ばれる手間省いてやったぜ。こっちも近江の本部に来てる。これ詐欺、詐欺の横顔。そうですね。ね、なんとかとか。ああ、そうか。来てんねん、出入りが。なんで来ちゃってるんすか。もう荒川のおやさんも中にいるんだろう。え、今
ますよ。言いますけど、もう少し待ってください。何やねん。入ったら俺の方でこっそり会える場を手配しますから。そう言われてもう何時間待たされてると思ってんだ。だから、俺の連絡を待ってから横浜出てくれって言ったじゃない。確かに。確かなような気もするな。俺はちゃんと言いましたよ。でも来ちまったもんはしょうがねえだろ。俺の気持ちも察しろ。それで察すんの。はい、こんなわがままは許されると思ったら皆さん生きやすくなりませんか。なんか生きることが楽になりませんか。すごいですね。本部の連中にも兄貴の顔を知ってる者がいるかもしれません。やばいです。しかもこれは集まってる連中かなりのビッこの重要人物ばっかり。そうですハンピン・リューマンのほとんどがこうね。はい、すいません。ねえよ。近江の連中がうろちょろしてるようには見えねえ。さっきから見えない出前のあんちゃんたちだけだ。確かに。ならそいつらに紛れりゃスルッと入り込めそうじゃねえか。俺らエバってるこの人。本部の中にですか。冗談言わないでくださいよ。熱、俺は親さんと早く会いてんだよ。カムロ町であの人に撃たれてから俺はずっとそればっか考えてたんだ。不安なんやな。分かる。やっぱりここでも不正の喪失っていうのがテーマやな。おめえが止めても俺は行くぞ。俺は行くぞ。おやさんは本部のどの辺にいるんだ。いるんだ。いやだからまだ教えねえつもりか。そうかそうか。じゃあ中にいる人間から無理やり聞き出すだけだな。喧嘩になっちまいますよ。おお、おやさんが見つかるまで片っ端から全員ぶちのめしてやる。めちゃくちゃです。兄貴、ちょっとなんか竜がついてる。それこそ、ね、お前が教えてくれりゃ揉めねえように努力する。えらいことなんだよこれ。そうするぜ。足飲み込むや、竜の間や。竜の間だな。何こっちゃな、これ。客人と一緒です。3人ほど。分かった。ありがとな、ミツ。この兄貴、マジでやるんすか。よし。親さんの居場所が分かった。強引に聞きやがって。なんかでも明日まで待てないっていうすごい直感があんねやんな、うん、明日まで待って遅いっていう、うん、まあ、天才的やんな、うん、そういう直感があんねんこの人。待ってくれ。そうやと思いますわ。行くのは俺一人でいい。なここが偉い。ちゃんと戦略むちゃくちゃやけど戦術は確かに。ここまで付き合ってくれただけでも感謝してんだ。今ここで抜けてもらって構わねえんだぜ。おいおい、今さら何言ってんだよ。そんな水臭いこと言われるとなんか悲しいな。その通りだ。俺ら観光で大阪まで来てるわけじゃねえぞ。いいもの持ってさすがいい働きするチャンピオンリューマン。お金持ちがあったから拝借してきた。まあ大阪は楽しませてもらったけど俺だって観光に来たわけじゃないよ。これでスムーズに侵入できればいいですね。このメンツの服装がダメですよ。全然ダメやけどな。服装一応ゲームの定石として変えることできへんやんな。すごい格好でお金持ち持ってる。おれおれ、奥や奥、まっすぐ行って奥の駐車場に入れてくれ。それは控えすな。場所わかるか。わからん。おい、誰が案内したってや。ねえ、こっちやで。出前の人たち足元を気ぃつけてな。ほんまみんな腹すかしとるさかいな。出前を首長押して待っとったんやで。あと何台止めれんねん。あ、誰か確認せや。おい、酒井はまだかいな。酒井が来とるんちゃうか。おやさんは奥にある竜の間ってとこだ。みんな怪しまれんなよ。学校で怪しまれんな言われても。なんかな、なんだかな、なんだかなですよ。来たいな。そんなの戦闘モードの荒い画質になってる。不思議な位置。すごいことになってる。なんかすごい SF 映画の一番竜の魔、竜の魔、
龍の窓だ。ねえ。ああ。ああ。メタルギアソリッド、そう。まあ、ここは結構大変なんですけど、はい、ね、しました。はい、着きました。大峰の。おう、なんや、お前ら。ああ、竜の間に行くとこなんすけど。竜の間やったらそこの階段上がったとこやけど、お前ら代行に呼ばれたんか。代行、荒川のやっさんっすよね。ええ、そうなんすよ。代行が呼んだなら誰か案内のもんをよこすはずや。なんで案内のもんはついとらんのや。いや、どうなんすかね。今日は皆さんお忙しいようですし、俺ら直接入っていいって言われたんですけど。そんなわけあらへん。よそもんが勝手にうろついてええ場所とちゃうで。誰に代行の部屋に入ってええって言われたんや。どこの国のなんちゅうやつ。いや、誰だっけな。怪しい。おう、もじゃもじゃの。お前、名前は。俺は荒川組のもんです。名乗るほどの名前はありませんけど。余計なこと言わんで名前を言え。さっさと言え。春日です。春日一番。ああ、言うてしまった。おい、アドリブしたよ。もう遅え、仕方ねえだろ。ああ、それ反応すんねんな。いや、めでたい名前やの。そういうことか。素晴らしい。よく言われます。ええー、助かったってか。大工がカムロ町で売ったやつや。何しに来たんや、我。お、覚えてる。今ならこっちの方が人数が多い。やっちまうか。いや、そういう展開じゃ。一気に行くぞ。そうか。やる気か。中東や。おもろいやんけ。おもろいとかいうことじゃない。やりましょう。それ勝つわな。おい、隠すんだ。隠す。隠すんや。すごい。よし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 、よし、これでいい。行こうぜ。出てくんねんな、ここに。くせ者、出会い出会い。ちゅうとこか。強そう。おっと、まずいとこ見られちまったようだ。よう来たの。バチスタみたいな顔してる。この二人が、龍が如くシリーズの、その主人公のライバルというか、はいはい、まあ、主要キャラクターですね。あ、そうなんですか。なんです。で、あの蛇側の男、まあ、この二人ともそうですね、うん、あのなんとかファンからしたらもうようやく出てきたみたいな、そういう感じなんです。あ、そうなんです。はい、いつも敵役で出てくる。そうで、敵役、仲間だったり、あ、そうなんだ。ライバルだったり、はいはいはい、まあ、いろんな絡み方をする。でも強いぞっていうやつね。まあ、強いです。俺は退屈すぎて危うく死ぬとこやってん。おかげで、やーっと出番ちゅうわけや。なるほど、毎回控えてる人。やるぞ、カズが。仲間を呼ばれる前にこいつらも片付けねえと。かなり強いんですね。めちゃくちゃ強い。それやったら安心せえ。俺らには備えな。みっともない間にはできん。めっちゃ強い。そいつはいいね。助かるよ。みんなあんたらみたいだといいんだけどな。この貫禄、幹部クラスかな。なかなか人を見る目あるやないか。おい、一番。なんかこいつら普通と違うぞ。分かってる。さすがは歴史を背負ってんね。歴史をって感じ。ようやくその実感がありますね。この人強いよ。えお、眼帯のノリの良さげなあんた。なんや。昔
登場会に固めの狂犬ってのがいたんだけどよ、うん、ふーん、まさかあんたじゃねえよ。さあ、まあ、この固めの狂犬なんですよ。あ、そうなんだ。あ、そうそうそう、だ自分のことさ、あの登場会もだから大先輩だった。なるほど、はい。もしあんたがここでなんかみんなはノスタルジーに浸られるわけよね。ずっとやってる人は。あ、そうか、羨ましい。だろうな。聞きたいことがあるんやったら、聞きたいことがあるんやったら、力ずくで聞いてみーや。マジマゴ。で、みんながだーっと泣くわけよ。マジマ様。マジマさんが主人公の回。そうなんや。そないなこと言うて、まあ、どちらも体ばっとなっちゃうか。うん、真島の兄弟、兄弟なんや。あ、兄弟、あの、これはだから極道の兄弟。いや、もちろんもちろん、はい、サイジマ隊だから同じ組の、あの、あ、もう組長なんや、この人。でも2人とももう組長です、うん、出世してるんです。でももう登場会がないんで、2人ともフリーダですよね。吸収されてしまってる。で、なぜか大見メンバー。うんうんうん、何年この日を楽しみにしてきたと思うとんねん。久しぶりの喧嘩や。さっきから体がうずいてしゃあないわ。そりゃそうやな、制作期間が3年ぐらいあるもんな。その間うずいてたやな。そういうことやね。いくで、マジマゴロ解禁や。解禁や。ほら、めっちゃ強いんですけど、うん、なんとかしのいで勝ちました。いやいや、思ったより楽しませてくれるやないか。目に見てる。こっちも楽しませてもらってるよ。こっちの目にすごいな。バケモンだぞこいつら。ただのネズミとはちゃうな。もうお互い遠慮はいらんちゅうわけや。遠慮してたやん。今まで何か遠慮してくれてたっての。みんな聞いてたな。こっちもそろそろ本気出していくぞ。大戦争や。え、すごい。そこまでだ。おお、来た。喧嘩の続きは明日までと。うわあ。ビジ。来た。来た来た。おい。もしかしてあいつが。ああ、荒川だ。名越康文 TV シークレットとよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな、こういう感じの今日実はやりたいなと。外れた街のダウンタウン、込み出す街に